特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。アニメ、2期が楽しみ。薬屋の独り言を語ろう。どうも、ゆうちゃまです。薬屋の独り言が、ここまで有名になるとは、もう本当に思わなくて、もう嬉しい限りです。なんかね、こう、本当に、薬屋の独り言って、個人的な話になるんですけど、ゆうちゃまの独り言って YouTube でやってるんですよ、僕は。なんで、なんか、その、エゴサ全然出てこないんですけど、した時に、ゆうちゃまの独り言って調べると、薬屋の独り言が引っかかるんですよ。なんで、こう、勝手に親近感というか、もう、抱いてたんですけど、もう、勝手に親近感抱いてたところが、こう、だんだん有名になってきて、瞬く間にアニメ化して、もう、大人気作品になってしまいましたね。手の届かないところに行ってしまった。僕 YouTube 始めて4年になるんですけど、とんでもなくジャンプって感じ。僕まだホップの段階も足を踏めてないんですけど、いやーとんでもないですよね。このお話するのが恥ずかしいぐらい。でもまあその名前の近いつながりっていうのもあって、薬屋の独り言を見たっていうのもあるんで、まあ運命ですよね。ポジティブに捉えます。そんな個人的な話になったんですけど、薬屋の独り言面白いんですよ。時代背景がすごく丁寧なんですよね。世界観がしっかりしてて見応えも抜群です。女性があの時代ではどういう扱いだったのか、国ならではのルール、まあ、そういうしきたりだったり、なんかそういう時代をアニメで描いてて、なんかね、こうなんか時代を感じるなっていうシーンがあって、すごくね胸が痛くなる時があるんですよね。こう薬で毒殺だったり、化粧に毒を仕込んだり、フィクションではあるんですけど、すごくねリアル感があるんですよね。こんなに毒殺ってあるっていうぐらい。でも昔の時代ってやっぱりなんか人を殺めるにはそういう手しかなかったんですかね。誰か分からずにその殺めるにはそういう手段があったんでしょうね。あとなんと言ってもマオマオが可愛いんですよね。主人公のマオマオ、結城葵さんのお声がいいんですよ。結城葵さん今もねずっと主役級張ってるすごい声優さん、お声が特徴的で喜怒哀楽を演じられてるんですけれども、マオマオのキャラクターってすごい表情だったり感情が豊かだからこそ、薬屋の独り言はアニメとしてこう生きてるのかなって思うんですよね。ちょっと悲しい展開も多いんですけど、マオマオのキャラクターのあの明るさに救われたりしますよね。こうね2期も盛り上がること間違いなしだと思います。お話が1話1話安定して面白いんですよね。なんかストーリーがこうなんか1話だいたい完結ものというか、すごくね見やすくて、しかも深くて面白い。なんか一話一話を見た後の充実感と満足感がすごい。一気見するより一話一話ずつ見ていきたい、そんなアニメです。薬屋の独り言、ぜひ皆さんも見てみてね。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。